宮崎隆介宮崎工作とは、1937年7月7日の六甲橋事件の後、急速に悪化した日中関係を打開し、事変拡大を防ぐために、同年7月に計画された和平工作。ただし、未遂に終わる。中国革命の支援者として知られる宮崎東天の子息、宮崎隆介を通して働きかけようとしたため、その名がある。 1937年7月7日、夜半、北平の南西、約 20km にある六甲橋で、日本軍と中国軍が衝突する六甲橋事件が起こった。翌7月8日、中国共産党は、中国国民に、対日全面抗戦を呼びかけ、一方、日本の陸軍参謀本部は、同日、事件が拡大することを防ぐため、現地軍に対し、 進んで兵を用いることは避けようとの命令を発した。7月9日には事実上の停戦状態になったものの7月10日には蒋介石の南京国民政府が日本に対し抗議の意を表明した。事変の拡大に積極的であったのは中国では共産党、日本では関東軍であった。日本側はこれまで 同様の事件が起こった時に用いられてきた現地解決方式、事件の解決を正規の外交交渉に委ねることはせず、現地軍が地方政権を相手に交渉して解決するやり方によって処理しようとした。満州事変後のタンクル協定にしても、ンシ者テロ事件後のウメズ、何キン協定にしても、この手法を用いて解決が図られてきた。 秋山帝介1937年7月19日、宮崎隆介は、父同様かつて、孫文との信仰深かった人物で、当時政界の黒幕とみなされていた旧地の秋山、帝介より電話で呼び出された。麹町の秋山宅に行くと、宮崎は秋山より中国へ赴き戦争をやめる、要中国国民党の紹介席と協議すること、 あるいは国民党ナンバー2の王朝明を日本に連れてくることを指示され、これについては金行が責任を持つと告げられた。当初はすぐに南京に行って小解析を連れて来いとの命令だった。何のためにかと宮崎が問うと秋山は分かりきっているじゃないか。日本下道の残悔だ。これを将君に聞いてもらうんだ。将君は聞く耳を持っているはずだと述べた。 秋山は、この絵首相から、中国との和平工作の特使として、宮崎を派遣するよう依頼されていたのであった。宮崎は、抗日軍総司令の小介石を敵国に、連れてくるなど、とても無理だと断ると、王朝名ではどうだと迫られ、早速に向かうようせき立てられた。目的を果たせるかどうかの清算もないまま、宮崎は中華民国大使館に、小介石への問い合わせを依頼した。 宮崎は中日大使館付高級部間の小宿船を通じ、小会席より南京に来れば会うとの返答を得た。また、小からの返電には上海まで迎えを出すとも申し添えてあったので、宮崎は神戸港から上海への帰船、長崎丸を手配した。7月23日午後8時、宮崎は東京駅を避けて新橋駅から二等信台で出発した。 切符購入の際の記名には、高田隆助という変名を用いた。途中で秋山から電報が入ったため、京都で下車して電話で連絡を取ると、今朝閣議前に陸軍大臣の杉山本がこのエコーのところへ行くことになっている。何か問題が起こるかもしれんから、そのつもりで気をつけておけよという忠告であった。宮崎は持っていた印鑑を航空便で東京へ送り、 メモや手帳を引き裂いて処分し、出港15分前という時刻に、長崎丸に乗船した。7月24日午前9時頃、宮崎が船室に入った後、サロンに出るとそこで、失礼ですが、あなたは、宮崎さんですね、都市服の憲兵隊員に肩を叩かれ、下船するよう告げられた。宮崎は、相手側と打ち合わせた上での渡航であると言い返したが、荷物はすでに降ろされていた。 勝武官と南京との間の電報は陸軍に傍受されており、宮崎の上海行きも海軍がその事実を電報傍受によって掴んでいた。これを知った陸軍強硬派が憲兵を動かして宮崎を拘束したものと考えられる。宮崎の改装録には陸軍省の高級厚志軍務局長が宮崎が東京を出発する前後にこの絵に面会を謝絶されていたこと、宮崎宅が 憲兵によって46時中見張られていたことが記されており、露見は時間の問題であったと推測される。宮崎は神戸憲兵分隊で待たされた後、県庁に知り合いはいないかと尋ねられた。神戸で憲兵に捕まったことを知ったこの絵は、憲兵から司法省に引き取らせようと考え、千代の末彦司法大臣、馬場一内務大臣、岡田修造兵庫県知事というルートで、 身柄の引き取りを命じていたという。そうとは知らない宮崎は憲兵隊に居座り、7月31日の午後になって、本部から来た私服の総長に、簡単な供述調書を取られた。内容は、このエコーの依頼を受けて、南京へ行こうとしたのは誤りであったという総長の作文であり、宮崎は、署名だけはしたものの母音は押さなかった。なお、宮崎拓は宮崎が、 憲兵に捕まって、すぐ家宅捜索を受けており、宮崎留守の間一家はこれを避け、長野県立田市の別荘に避難していた。翌8月1日、宮崎は東京へ送還され、憲兵本部で始末書を提示された。その内容は、前日の供述書と同じく、このエコーの指摘依頼を公的な依頼だと思ったのは、誤解であったというものであり、これに署名な印すれば、 すぐに釈放する手はずになっていると告げられた。宮崎が憲兵本部から釈放されると、妻の秋子とその友人が迎えに来ていた。秋山定介の方は3日間憲兵隊本部に身柄を拘束され、彼の自宅もまた厳しい家宅捜索を受けた。こうして宮崎が一役になるはずだった日中全面戦争回避の和平工作は幻に終わった。後に、 宮崎が第一次、この絵内閣の内閣初期官長だった、風見明と話す機会があった時、工作のための中国への渡航費用4000円は、内閣が出したものであった事実を風見より知らされたと言う。この絵文丸が、半ば公的な資格で、自身の密集として、宮崎隆介を選んだのは、彼が中国革命の支援者であった、宮崎東店の長男だったことも当然、 預かっていたと思われるが、この絵の階層によれば、1936年の2.26事件の直後、中華民国中日大使館筋から、日中和平の連絡係として、若いところで宮崎隆介、年寄りでは秋山定介という実名を挙げて希望が示されていたことをこの絵が印象深く記憶していたのだという。未遂には終わったものの、 この工作は紛争発生直後に起訴された具体的な和平工作の行使となった。日中戦争の和平工作はしかし、結果として結実したものは、ただの一つもなかった。宮崎工作は、政府が関与した密使によるものであること、軍による妨害、密使に起用された人物が、いずれも中国側の信頼厚い人々であることなど、皇族する。 和平工作の基本パターンが全てで揃っている。その評価はトップによる直接交渉が結局は実現できなかったことと合わせ、今後も検討していく必要がある。ありがとうございます。